人生すべてが暇つぶし。うすー、はい、うすけです。今日もですね、商品が届きましたので早速開封してみたいと思います。よっ、なんだこれ、なんかちょっと見たことねえぞ。なんだこのアマゾンの箱で、なんだこの開けづらさは。これアマゾンの箱もともとのじゃねえな、これ。これちょっと元のじゃねえな、これこれこんな開けづらいアマゾンの箱見たことないんで、これは違いますね。アマゾンの箱を使ってるんですかね、これ。ただただこれちょっと全然切れねえ。なんだこれ、見たことねえ。超めんどくせえ。バリバリ、なんだこの一周系は。一周してしまうではないか。なんだこの、こんな見たことねえ。なんだこれ、どこの配送業者だこれ。おーつ、なんだこれ。よいしょ、おーいしょ、よいしょ。はい、出てまいりました。どうせん、はい、ファサファサしてますね。ファサファサね。おい、はい、こちら。なんだこれね、なりますよね。こちらエバニューハイドレーションチューブでございます。アンドエバニュートレッキングシステムプロダクツウォーターキャリー 2.0 リットル、ここかです。まあ、簡単に言うとですね、登山行くときにここに水を入れて、カバンの中に入れながら、そのままですね、水分補給ができるという代物でございます。結構高いです。まあ、絵が描いてあるんです。こんな感じ、付け方はこんな。まあ、私もですね、付けたことないんで、ね、練習しとかないとわけわかんないですよね。はい、まあ、という装備を買ってみました。使い心地なんか特にないと思うんで、ちょっとこのまま使ってみたいと思います。はい、ということでですね、ハイドレーションチューブ、これ山だけじゃなくてですね、観光地行った時とか、もう明らかに行列並ぶ時とか、今夏ですので暑くてですね、倒れてしまう方とかいるかなと。あとコンサート行った時とか、あとはまあ重いからちょっと嫌かもしれないですけど、これからのフェスですね、フェス行った時とかにもこういうのあると便利かもしれません。はい、ということで、この動画を見てハイドレーションチューブを買うようなところに行くなと思う方は、チャンネル登録といいね評価の方をお願いいたします。どんな使い方するんだろう。はい、それではまた。